は恋フェチだっていうのは言うよね。二次元の推しはよくね、面食いだって言われるんだけど、人力とか秘仏島さんとかね、かっこいい人が好きなんだ。エルは高嶺の花だから、あんたら近くも別に行かないっす。欲しくなっても知らないからね。エル人狼だし、人狼だから何だってんだよ。じゃあ人狼が人間と仲…やっぱ好きなタイプ、ちょっと待って、すぐには答えられない。まあ好きなタイプ、好きなタイプ、好きになった人がタイプっていうのがまあ正直なところではあるんだけど、多分俺らが知りたい好きなタイプってそういうことじゃないんだよね。まあだから外見とか内面、まあ性格とかそういうことに関して言ってるんだろうけど、まああと好きな仕草とかに関して言ってるんだろうけど、待って、ちょっと真面目に考える。好きなタイプ、まあまあまあ、でも絶対条件なのはエルのことを好きであることが大事かな。エル追う恋愛はあんまりしたくなくて、追われる恋愛の方が好きなんだよね。だからもうあらかじめその人がエルのことを、あ、もうめっちゃ好きって分かったら、まずそこから、あ、じゃあエルもこの人のこと好きになれるのかな、なれないのかな、どっちなんだろうっていうところから始まるんだよね、まず。だから相手が別にエルのことそんなに好きじゃなさそうだったら、もう何も始まらないんだよね。そこからかな、まずは。他、まあ、でもよく言ってるのは恋フェチだっていうのは言うよね。二次元の推しはよくね、面食いだって言われるんだけど、人力とか秘仏島さんとかね、かっこいい人が好きなんだ、あ、じゃあエルエルはもうかっこいい人しか興味ないんだって言われるかもしれないんだけど、まあでもさ、人間たちってさ、まあエルフはさ、将来的にもまあ結構若い期間が続くかもしれないけど、人間ってさ、もう結構あっという間にさ、老いが来るじゃん、老い。だから別に顔で選んだとしても、まあ、すぐさ、老いちゃうわけ。もうシワが30本から40本とかになって、な、髪の毛も全部白髪になっちゃって、みたいな。すぐにおじいになっちゃうわけ。まあ、でもさ、声って、どんなにおじいさん声になったとしても、エル愛せると思うんだよね。好きな声だったら、おじいになった声も素敵、みたいな。だから、なんかそんなに顔は見ないし、てかエル顔合わせるの苦手だから、見てないんだよね。人と話すときとか。なんだよなぁ。なんかね、その、推しに何を思うっていうより、なんか自分に失望した。こんなにもエルは供給がないと、推せないんだっていう。だから、エルがさ、数日さ、配信休んでさ、絶対さ、俺らさ、行かないでね、エル以外のとことかなんか言うけど、でも実際、供給がなかったら、冷めるなって思って。だから、冷めて欲しくなかったら、俺自らが供給を絶やすことなくやっていかないと、って思って、やっぱ1日3回配信するしかねえっていう考え方にね、行き着きました。そう思ってるから配信ジャンキーなのか。だってエルの取り柄って配信回数が多いことだからさ、みたいな。でもエルも今日のクッキー作り配信でモチベ上がったから料理頑張りたい。みんなが帰った後も一人残って仕事を頑張っているドタイプの若手女性社員に温かい飲み物を持ってきてくれる先輩女性社員、かっこ数個上から上司、課長までお好みでのセリフください。まあ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 。そういうボイスはもう発売されているんですけどっていう返答は野暮なので抜きにしましょうね。若手女性社員に、若手、仕事を頑張ってるのは若手の女性社員か。お疲れ様。あんまり無理しすぎちゃダメよ。もし私に何か手伝えることがあったら、いつでも相談に乗ってちょうだい。あ、それと、よかったらこれ飲んで。コーヒーは苦手じゃなかったかしら。よかった。それじゃ。ここでね、あえて手伝わないんだよね。そそくさと帰っていってしまうんだけど、僕私は、先輩からもらった温かいコーヒーを握りしめながら、そのコーヒーが冷めた後も捨てることができずに部屋に飾っちゃうんだよね。で、なんだかんだで先輩と仲良くなって、先輩があたいの家に遊びに来た時に気づいちゃうんだよね。あれ？もしかしてこれって、あの時の？あ、そうです。そこから始まっちゃうんだ！何かとは言わないけど、何かが始まっちゃうんだよね！そこから。あー、始まっちゃう。はい、お仕事頑張ってください。でも彼氏います。なるほど。え、なになに？それは、いや、あれだな。先輩女性社員に彼氏がいるんだ。だから、ドキッとするような出来事は起きても、一線は越えないんだ。うわ、失礼。そうだよね。あんな素敵な先輩に彼氏がいないわけないよね。で、ある日相談に乗るんだよね。でもいいですよね、先輩は。優しい彼氏さんがいて。ああ、それね。実は、この前、振られちゃった。あ、それで、その発言を聞いて、ひどいとか、慰めてあげたいっていう気持ちよりも先に、よかったっていう安堵の思いが出てしまう自分に自己嫌悪しちゃうんだよね、その若手社員は。こんな自分が許せないみたいな。先輩が悲しい思いをしてるのに、みたいな。俺らだけは、
エルエルを見捨てないからな。エルエルのおかげで他ライバーさんのことがどんどん好きになります。どんくさくてありがとう、愛してる。どんくさいエルに、エルを見捨てることなく支えてくれてありがとう、他のライバーの皆様みたいな。キャラとしては可愛いけど実際周りにいたら、あ、別にあなたの近くになんて行かないし、エルはタガネの花だから、あんたに近くになると別に行かないし、欲しくなっても知らないからね、エルみたいなエル不在が。平野の花です。雑草ってこと、完璧じゃない方が彼、そうだよ、誰しもちょっと抜けてるところがあるところが可愛いんだって。いやまた私どんくさやっちゃいました。なんか周りの人から天然とか、なんか自分が支えてあげないと不安って思うってよく言われて、守りたくなるタイプって言われるんですよね、よく。うんうん、どうかな、エル一人でも生きていけますよ、結構。よいしょ、なんともありがとうございます。今年最後の泣き顔お願いします。泣き声付きで。エルが感情パラメーターの、あ、パラメーター出ちゃった。 3.0 全然使わないから、そうやってスパチャしてまでリクエストしてくれてありがとう。全然気が利かないエルでごめんね。俺らだっていろんなエルの表情見たいよね。エルもなるべく活用できるようにって思ってるんだけど、なかなか手が難しくて、キーボードとマウスに手をやってなかなか感情が動かなくて、エルの中でごめん、これからはなるべくできるようにするから許してください。ありがとう、そんな風に催促してくれて。だこそ、一応はわきまえたことを言えるみたいな環境にしてるからね。今年何も成し遂げられなかった俺に喝を入れていただきたいです。でもさ、それって自分の自己評価でしょ。エルは別にあなたが何も成し遂げてないとは思わないけどな。それでもカツ入れてほしいなら入れてもいいけど、じゃあカツ入れさせていただきます。ちょっと優しめにしようかな。はいはい、じゃあこれでね、来年も一緒に頑張ろう。全然自分のこと責めすぎることないからね。大丈夫大丈夫、頑張ってないことないよ。頑張ろう。頑張る、あれ日本語下手くそ、いるもしかして。頑張ってないことないよ、頑張ろう。でも日本語下手くそかも。ありがとうございます。他の人も助かってる。うんうん、初めてスパチャしたんですけど何してくれるんですか。エルはよくみんなに得意だねって言われることがあるんですよ。それがこれです。あれあれできない、あれごめんなさい、いつもできるんだけど、あれ？あのね、本当はウインクができるのが特技って言いたかったんですよ。できない、ごめんなさい。あ、できたできましたやったやった、スーパーチャットありがとうございます。やったできた、左目もつぶれるからやってみるね。あ、できたやったありがとうございます。あ、でもウインク左目と右目で2回やったので、もう1回スパチャしてください。それ冗談です。はい、今日はね、2023のこの語尾をね凝縮した配信にするから。わあ、白、俺ら白いわ。白角です。じゃあエルが黒だった。はい、人狼です。俺ら村人、エル人狼。はい、CO します、人狼です。おい、エル、お前まさか自ら茨の森へと行ってきます。楽しかったぜ、俺らとの人狼ゲーム。おい待てよ。え、何、お前本当に行くのか、茨の森へ。だってエル人狼だし、人狼だから何だってんだよ。じゃあ人狼が人間と仲良くしちゃいけねえっていうのか。だってそういうルールだし。そんなルール今から変えようぜ。ああ、なるほどね。って言って耳ないなって。こんにちは、今日から皆さんのクラスでお世話になります、エルです。あれ、あの子どこかで。よろしくお願いします。みたいな。わ、ハッピーエンドやん、よかったよかった。